年末恒例の、全国労地連、恒例機運動連絡会の、座り込みの時期がやってまいりました。私は98年に当選以来毎年必ず座り込みをさせていただいておりましたけれども、いつもだいたい1人2人多くて3人ぐらいの議員が、あ、また大平さんも来ましたんで、もうなんだか高齢者の皆さんの座り込みだか国会議員の座り込みだかよく分かんないぐらいですね、本当にたくさん座ってくれておりまして、選挙で日本共産党を伸ばしていただいたことを本当に心から嬉しく思います。で、皆さんの願いに応えて頑張っていきたいと思います。もうとにかくこんな座り込みをしないでもいい年末を迎えたいと私たち思ってるんですけども、でも毎年毎年やっぱり座らざるを得ないようなそんなことが続いています。特に今来年度予算の編成作業をおそらくこの厚生労働省ではやってるんだと思いますが、6700億円の社会保障の自然増を5000億円に抑制するということも私今年やろうとしております。年金もマイナススライド、これが実行されようとしております。そういう意味ではやはり今年も座り込まざるを得ない、そんな情勢ではないでしょうか。しかも社会保障のためだと言っていたのに、社会保障をどん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 改悪しながら消費税は増税する、軽減税率軽減税率って言ってるけど減税するわけではありません。単なる据え置きじゃありませんか。1兆円のお金を使って低所得者対策でもない景気対策でもない選挙対策だということははっきりしていると思いますが、こんなやり方は許すわけにいかないと私たち思ってます。高齢者の皆さんの暮らしが心配ならば増税をやめればいいではありませんか。しかも社会保障の低所得者対策の4000億円を削って、そして軽減税率って僕はおかしな話だと思います。大企業の黒字の大企業には減税をしておいて、赤字の企業には増税をするという法人税の改革も逆出しだし、消費税増税しながら軍事費は5兆円超えると、こんなやり方も本当に許すわけにいかないと思います。何よりも高齢者の皆さんは二度と再び戦争する国にしない、そんな思いで日々送っていらっしゃると思いますが、安倍政権の下で憲法を踏みにじる戦争法も強行された。皆さん今この立憲主義を否定する戦争法を強行する安倍政権に対して、国民連合政府を作って立憲主義を取り戻そうという戦いも始まりました。ぜひ皆さん戦争する国に向かう今の流れを押しとどめるために、この座り込みを成功させていただきたいと、心から激励と連帯のご挨拶を送りたいと思います。毎年ここで座り込みをしていると、官僚の皆さんも通りすがる過ぎていかれるわけですが、皆さん気にしながらこう夜になると差し入れしてくれたり缶コーヒー持ってきてくれたり、そういう人もいるんです。タクシーの運転手さんも、あ、座り込みやってるねというふうに声かけてくださる方もいます。今ではもう座り込みとか、珍しくなくなりましたけども、この高齢者の年末の座り込みが国会前行動、霞ヶ関先での座り込みの先駆けとなった行動ではないかなというふうに思います。ぜひ、ちょっと今日は暖かくっていつもと違ってなんか過ごしやすいんですけれども、明日から急に冷え込むというふうにも聞いておりますので、お体本当に気をつけていただいて、後藤さんやあるいは上坪さんなどの思いにしっかり応えて今年の行動も成功させていただきたいと思います。日本共産党の国会議員団を挙げて皆さんと心から連帯をして、そしてあとも夜にも時々顔を皆さん出してもらって、夜の座り込みは暗くなってからが、10時過ぎてからがこれ醍醐味だと思いますので、ぜひそういうところにも来ていただいて、成功させていこうじゃないかということを心から呼びかけさせていただいて、激励と連帯のご挨拶といたします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。